まずは髪の毛を一つに縛ります。この髪の毛を上に持っていき、ガシッとヘアクリップで掴んでください。この縛ってある部分からだいたい5センチくらいのところの髪の毛のところにアメピンとシリコンゴムをつないだアイテムを、両脇のヘアピンを真ん中に向かって刺します。そしたらヘアクリップで留めている髪の毛を下ろします。で、毛先を縛ります。そしたらこの毛先を内側に一度折りたたんで、そうしたらくっつけた部分をヘアクリップで留めていきます。で、こんな感じで留められたら完成です。